とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン8攻略やっていきましょう。21階から30階までの攻略です。まず、20階の報酬、ここ何もいりません。行きましょう。で、21階はパワー商人がいます。パワーを上げていきましょう。何を上げるかっていうと、森の矢筒です。森の矢筒110まで上げていきましょう。これで、だいぶ敵の処理が早くなります。22回いきますよ。まあ、ボスも、そんなに強くないです。いや、むしろ雑魚です。出てきた瞬間にドラ使って、森の矢筒3回ぐらいで倒せます。おしまい。で、森の矢筒は、次のステージまで継続しますので、ちゃんと全部使い切って次の回に行くようにしてください。なんか1本とかになって次に行くとクールダウンがだいぶ時間かかっちゃいますので注意してください。はい。報酬何もいりません。エンチャが、エンチャがなんか中途半端になってたね。雪玉入れていきます。そして、HP が若干少なくなってきたので、防護を入れて、ちょっとでも、ダメージを減らしていきましょう。で、この回、敵は2体だけです。ここにネクロマンサーが出て、もう1体レイスが出てくる。そんだけですね。まあ、サクッと倒しちゃってください。ここは、死ぬ人はいないでしょう。うん。まあまあ、場所さえ分かってればね。分かってなければ、ちょっと、やりにくいかもしれません。はい。ここ、報酬ですけども、いりません。いきまーす。で、ここ、ここら辺にジオマンサーが出てきます。ジオマンサーは、鬱陶しいので、早めに処理するようにしてください。はい、ジオマンサー。で、下にも一体いるね。ジオマンサーいると、ほんと動きが制限されてしまうので、まずは倒す。うん。注意してください。あ、矢が出てきた。まあ、いらないけどね。もういらないか。さすがに、いっぱいいっぱいだな。うん。もうさすがにいらないけども、まあ一応、嬉しいね。使い放題になるっていうのは、嬉しい。うん、乱射のクロスボウは本当に、すごいダメージ与えれるんで、いいよね。おい、段差で全然ダメージが入ってない。よし。まあ、特に、クリーパーも出ず、問題ないです。愛のメダル。誰が仲間になってるかわかんない。わかりにく。で、あと、ああ、こいつで終わりか。こいつでおしまいですかね。はい。まあ、ジオマンサー、注意してください。先に倒すと、だいぶ、動きやすくなります。で、ここ、報酬で武器を変えていきましょう。ボンクラブもいいんだけども、ちょっとダメージが減ってきました。ボンクラブを、両刃斧に変えてください。で、エンチャント入れていきます。二つです。鋭利3、そして重力1だね。それを入れてください。で、残りは防護3入れましょう。35% 軽減に防護3を入れると、47、8% ダメージが減少するのかな。なので、すごくいいです。で、ここ、ちょっと敵多いです。うん。多いし、お、危ねえ。ノート見てるといかんな。この、ジオマンサーじゃない。ネクロマンサーと、クリーパーが、ちょっと出てくるので、注意ですね。まあ、ここら辺になると、もう矢があまりに余りまくってると思うので、ほぼほぼ矢を撃ちまくって、で、あと、愛のメダル。で、やっていって大丈夫と思いますよ。もうそんなにいらないからね、矢は。はい。
リアでーす。で、ここ何もいりません、なしでいきます。で、26階です。ここも敵はちょっと多いです。多いし、クリーパーも結構出てきます。でもそんなに、気をつけることもなくって、この両刃斧だったらばワンパンで倒せるのでガンガン行ってください。まあ、遠くから矢を撃っていっても大丈夫です。うん、ここもそんなにやられる人はいないんじゃないかな。あ、向こう側にいると急なクリーパーでやられると思うので、こっち側にいる方がいいですね。あ、いたたたた食らっちゃった。まあ、とにかくクリーパーは若干多めですけども、そんなに気をつけることもないっすね。ワンパンで倒せるので。じゃあもうちょっとかな。お前らで終わり。はい、クリアでーす。若干多めだけども、まあ、そんなに気を張っていかなくても勝てると思います。ここ報酬ありません、なしです。すいません、ちょっとミスっちゃいました。ミスっちゃいました。ここの階は、ここ、広いところで戦うようにしてください。ちょっとなぜかね、愛のメダルで仲間にしたクリーパーがこっちに走ってきて、攻撃してきたんだよな。まあ、なかなかそういうこともないと思うんだけども、うん、まあまあ、ちょっと気をつけていきましょう。これ、細いところで戦うと、急なクリーパーとか、あと毒レイス、これがちょっと処理が鬱陶しくなるので、必ず広いところで戦うようにしてください。こっちだね、ここで戦う方がいいです。危ねえ。ここら辺になるとね、もう矢は全然必要じゃないので、矢をガンガン使っていってください。あ、いや、さっきのはびっくりしたな。でもまあまあ、よくあることではあるのか。愛のメダル使ったけども、クリーパーがこっちに走ってきて爆発するっていう、あるあるかな。よし、 OK、 倒しちゃって。はい、ちょっと事故っちゃったけども、クリアです。で、ここ防具変えちゃいましょう。強化メールですね。スケールメールでも、いいんだけども、もうこっからは強化でパワーを上げていってください。で、ユニーク、ここはもちろん乱射のクロスボウです。ハーフクロスボウにしていきます。で、延茶ポイント余ってますね。防護、そしてこれ最後の叫び入れてください。あとはいりません。28回は終わり。29回、次最後ですね。最初にロイヤルガードの槍のやつが出てきます。あいつらに愛のメダルを使って簡単に処理していきましょう。しゃ、ちょっとね、普通に戦うとめんどくさいことがあるので、こいつらは愛のメダルが安定です。なんか残ったな。はい、あとは特に問題ない敵ばっかりなんで大丈夫だと思います。さっき強化したハープクロスボウ、これがものすごい強いです。むちゃくちゃ強い。もう長弾とボーナスショット入ってるんで、ガシガシ敵を倒すことができます。あと1回かな。これで終わりじゃないでしょうか。よし、29回クリアです。報酬はいりません。ではボスですね。ボスも楽勝です。ドラを使って森の矢筒でガシガシやると倒すことができます。しゃあ、どこ行った。ああ、そっちか。
今ね、森の矢筒と、おお、何もなかったようにっていうのが、トロフィーゲットしましたね。うん。まあ、森の矢筒と、120のハーフクロスボウ。これで、余裕で倒すことができます。はい。ということで、ちょっと事故っちゃいましたけども、21回から30回までの攻略です。最後、報酬見ていきます。なんか来るかな？どうだ？お！あ、ダメだけどね。バブルが来たけど、ダメ。うん。まあ、黄金がね、100% 出るようになったんで、ちょっとね、楽になったよね、源泉が。うん、いいのが出る確率がぐっと上がったと思う。スペランカーいらない。壊れたソーブレード、いいエンチャはついてないね。バブルバーサーにしておきましょう。はい。では、1回から30回、3回に分けて動画を出してます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。